東京新宿の大型ビジョンに映る大きな 3D 猫。ただ飛び出すだけでなく AI を使って自分の姿を見た人の年代や性別などを解析しているということです。多くの人が見上げているその先にいるのは巨大な 3D 三毛猫。新宿駅東口のスクランブル交差点で信号待ちや待ち合わせをする人などおよそ20万人が毎日目にしている有名な猫です。実はこの猫、内部カメラで15秒ごとに交差点にいる人を撮影し、 AI を使って映像を見た人の数や性別などの情報を解析しているそうです。これによりビジョンに流れる広告の費用対効果をリアルタイムで可視化できるようになったということです。解析に使われた画像は自動で消去されます。運営会社によりますと、今後は手を振る人に猫を反応させることも検討しているそうです。